ごい。国宝だわ。うわ、これは風神。風神。こっちは雷神。うわー、すごい。作りがね、歴史があるよね。すごいな、これ。来ました。はい、あ、チケット兼ねてね。チケット買いますね。仁和寺。うわー、すごいね。これね、世界遺産に登録されていて、平安時代の前期に高校天皇が、創建されたということですね。888年。だから、150年ぐらい、ということで、すごいですよね。すごい歴史か。行ってみよう。行ってみよう。この中見れるんだ。撮影ダメだろうな。テーマ大丈夫だろう。行ってみよう。これ外に貼らないんだ。猫。こう見上げ、はい、あ、この石庭はなかなか、あ、すごい。あ、これはいい、いい、これはいいわ。これはいい。あ、この前もすごいな、はい、すごい。うわー、これは、はい、すごい。すごいね。この苔の生えた庭、いいね、いいね。これは秋に来ると、これもみじだからね、赤く染まる。うん、トイレ借りたいけどね。あ、うわ、この絵はやっぱりね、当時ものだね。うわ、あ、ちょっと足元気をつけないとね。うわ、素晴らしいね。ウコンの立ち花、それ木も、うわ、これはすごい。ね、みんなバリバリいっちゃいって、この本でもね、こうやって見るとすごいね。振り返ってみるといいです。こちらのエリアは、あ、五重の塔があるんですね。で、庭園と池がある。ね、離線回遊式と、ね、ああ、そうですね、この上裏の風景も含めてね、できてるんですね、すごい。わあ、これはいい、これはいいわ。ここはここで、ああ、お殿様があそこにいそうなね。神殿作りですね、これは。神殿作り、あ、じゃあ商品作りだ。あ、なんか入っていいんだね、入っていいんだね。うわー、この絵がすごいよ、これ。ほらね、え、公家のね、絵だよ、これ。これ神殿、あ、竜王戦だ、ここでやるわけだ。あ、これはなんか弘法大師みたいな。天井、この天井がね、神殿造りの天井ね。あ、でも書院があるからね、武家屋敷の書院。わからん。で、こっちが神殿。うわ、長いよ、道が。単管でできる。これもね、この組み立てができるね。
飛びはね、大工涙は。桜の季節、うん、うわあ、はい、あすごいね。あ、なんか説明してくれてる。貸切ではない。あ、はい、ではないですね。これはなんか菊の御紋だけあって天皇家の何か関連なんでしょうね。滝の横に出ました。楼閣亭重要文化財、非公開だよね。見せられてない、ね、うん、あ、もうやるんですけどね。よいしょ。で、これは帰り道か。仕切りにしちゃえばいいのね。これはそこの縁側でゆっくりしちゃうわけだね。こっちは黒書院というのが受け屋敷ね。わあ、わびさびの世界ね、すごい。